キチャンネル。ちょっ、月曜日です。総チェック。はい。ということで、今回もね、総チェック、週末の試合、ゴールデンウィークも終わりましたけどね、どうなっていくのかっていうところで、佐々木がどこよりも詳しく解説しましょう。そして皆さんもプロ野球楽しんでいきましょう。まあ、ということで、まずは日本ハム対ロッテ、エスコンフィールドということで、ロッテ先発佐々木朗希で、ローテーションを変えてまで、このね、まあ、エスコン日本ハム、次は、マリー日本ハム、で、そして、ホークス、タイガースとね、この金土日が、まあ、強いチームとのね、連戦になってくるというところで、まあ、このね、佐々木をローテーション変えてまで、この初戦に持ってきたっていうところで、ね、まあ、その中で絶対勝たなきゃいけないのに、結果的には6対3で日本ハムの勝利というところで、まあね、前回の動画でも言いましたけども、日本ハムね、ホークスに3連敗したとはいえ、チーム状況は本当悪くなかったんですよ。いい戦い方もしたし、だからそんな悲観してなかったけども、だからそこをの中で、まあ、佐々木朗希を打ち崩せなくてバタバタバタっていうのだけが怖いなって言ったところでね、しっかり立て直してきて仕留め切ったっていうところは素晴らしかったかなと。ロッテ佐々木5回3分の2 123球8安打4三振5四球5失点っていうところで、まあ、吉井監督もね、試合終わってから監督インタビューで答えてましたけども、継投の判断ミスと、リリーフが6回から4イニング投げるのにやっぱり不安だったと。ね、その中で佐々木朗希、最低でも6イニング行ってほしかったっていうところで、まあ引っ張った挙句、自身最長の123球投げたけども、まあ連打で苦しんだと。まあ今日5四球というところで、まあ制球がね、本当に、つかず、だから若干置きに行ってて、かかりが薄かった分ね、すべての球種のキレが落ちたんじゃないのかなというところは推測しますけども。で、日本ハム先発福島ね、4回3分の1、80球、5安打5三振、2四球3失点と、前回に比べるとなんかちょっと角度がね、なかったような感じがしたけども、まあその中でね、日本ハムは2回裏ね、マルチネスがライトスタンドへ先制のホームランで1点先制、おやおやおやとね、このままどうなるのかって言ったところで、まあ4回の表にね、先頭角中フォアボールで、外がツーランホームランで逆転。で、5回にも先頭側がフォアボールで、ワンアウト一塁から藤岡がね、タイムリースーベースで一塁ランナーの小川がホームインって言ったところでね、3対1。これで正直勝ったなって思ったけども、まあバタバタしながらもね、7回で抑えるかなっていうね、ところはあったけども、5回、ワンアウトから、上川畑レフト前ヒット、水野がレフトでツーベース、で、ワンアウト2、3塁からね、細川の、レフトフライ、まあタッチアップできず、で、2アウト2、3塁から、松本のライトへね、2ストライクからあの変化球ね、スライダーかな、あれカーブかな、変化球、フォークなのかな、プチョーンと合わせてね、ライト前ヒット。で、ツーアウト一塁から郡司がライト前ヒットで、ツーアウト一三塁になってマルチネス。で、ここでピッチャー佐々木から岩下に交代。で、マルチネスをフォアボール。で、ツーアウト満塁からタミヤがね、これインコースのストレートをレフトね、線上に、タイムリーツーベースっていったところで、一気に5得点ね、逆転というところで、で、もう6回以降がね、ロッテヒットなしで、まあ、この、それを逆転するね、力なくっていうね。まあ、ロッテはね、そもそも、まあ、結果論だけど一番の問題点は初回、先頭岡がツーベースを打って藤岡がねセカンドライナー、ここをしっかり進塁打できてれば、角中外で1点取ってればね、また大きく状況も変わったかもわかんない中、まあ、取れるところでしっかり取り切れてないっていうところは痛かったしね。まあ守備ではね、あの藤岡のスーパープレーね、セカンドゴロホームタッチアウト、ワンパンね、佐藤投手は難しいところをしっかり取ってタッチっていうね、守備でのスーパープレーもあったけども、まあやっぱり佐々木朗希の出来が悪すぎたっていうところと、やっぱりリリーフの不安がね、早めに先発投手を変えれないっていうところでね、しかも前回もね、そのリリーフに変えて打たれて、ね、八木が打たれてからの7連敗だから、多分そのね、トラウマもベンチにはあったと思うんだよね。だから同じ鉄踏まないようにリリーフがって言った時に今度はね、先発が行かれたっていうところでね、まあまだまだそういうところのね、不安要素がジャッジ、采配にもね、加わってくるとなかなか難しい戦いになってくるなと。まあ初戦としてはね、日本ハム、完勝っていうね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。結果6対3、日本ハムの先勝です。続いて日本ハム対ロッテ、3対0で日本ハムの完封勝利というところで、まあね、あの昨日の試合のところでも言いましたけどもね、まあやっぱりホークスに3連敗したとはいえ、やっぱチーム状態の良さは出てるかなと。日本ハム先発加藤ね、7回79球、3で4三振、無四球無失点と、まあ球数の少なさ、フォアボールのなさね、加藤のピッチングはね、より来たかなと。逆にロッテ打線ね、まあここ数年そうだけど、やっぱり左ピッチャーのね、対応がちょっと悪いんじゃないのかなっていう全体的なね、感じはしますけども。で、ロッテ先発メルセデス。
6回96球、4安打8三振、1四球2失点。これはもう攻められないね。まあ、今年本当にね、1年間ここまでね、いいピッチングを、防御率も 1.03。1.03 で1勝もできないってもう逆に異常。ね。まあ、その中で日本ハムはね、3回裏、レイエスセンター前で、上川で送りバントを決めて、水野三振するけども、万波ならね、ツーアウトになってもレフトで先制タイムリーヒットと、ここでね、1番万波にしたっていうところのね、効果がね、出てるっていうね。で、6回裏にもね、先頭松本ライト前ヒット。で、グッジ三振するけども、ここからワンアウト一塁からマルチネスの打席で、セカンドへ盗塁。そして、サードへ盗塁っていうところで、盗塁2個でランナー3塁まで行って、そして、マルチネスがフォアボール。で、ワンアウト一三塁からね、タミヤの時にね、スクイズやるけども、タミヤがね、ファールして、まあ、ここでね、新庄監督がそんなのやってたら、お前レギュラーとしていつまでも居続けれるわけないんだぞってね、厳しいコメントだったけども、まあ、失敗したのはね、仕方ないとはいえ、その後きっちり犠牲フライ打ってるところがね、グッポイント。ね。まあ、もちろんスクイズをね、あのまま成功しとく方がね、ベンチの策も効いてっていうところでね、良かったかもわかんないけども、それがうまくできなかったとしても、自身の力でね、なんとか犠牲フライを打ってカバーできるっていうところはね、今年の打撃の好調の良さにも繋がってるし、そういうところがしっかりできるっていうところもね、選手にとって大事だから、この犠牲フライのはね、ポイント的にはかなり大きかったんじゃないでしょうか。ね。で、7回裏にもね、ワンアウトから上川畑ライト前ヒット。で、ここでね、ワイルドピッチ。で、水野三振するけども、ツーアウト二塁からまた万波がね、ライトにタイムリーヒットと、かなりね、やっぱ1番万波っていうのがこの試合に関してはね、下位から上位に向けてっていう中ではね、非常にチャンスメイクして、しかも万波がそこでね、ツーアウトからでも1本打つっていうね、かなり機能した状況だったかなと。で、6回はね、先ほども言ったように、盗塁2個だからね、これはもうね、セカンド盗塁の時は佐藤もね、窮屈な姿勢からしっかり投げてタイミング的にセーフ。もう3投はピッチャーの責任だからね。そういったところもね、隙が多すぎるね。二遊間も含めてね、パワーって盗塁されてね、隙見せてるからそういうことになる。で、ヒットはロッテ3本というところでもう完敗。日本ハムのやりたいようにやらして、完封負けする。ね。どないやっていうね、試合展開。逆に日本ハムは打順ね、入れ替えも制してね、非常にいい形のね、足も使いながら得点というところで、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。さあ、日本ハム対ロッテ、5月12日の試合、なんと6対5、日本ハム最終回に3点取って、サヨナラ勝ちで、このカード、3連勝ロッテ3立てどうなってんだっていうね。ところで、ロッテ先発大島、7回3分の1、106球、5安打6三振、1四球、3失点っていうところで、まあ、この試合ね、やっぱ大島の良さっていうのは、右バッターへのこのインコース、まっすぐカット系、ね。で、膝元のスライダー。ね、左バッターにもアウトコースの対角線っていうところで、今日はね、その対角線の球がね、ちょっとずつ甘くなってるところを仕留められたっていうところで、調子自体はね、そんなよろしくはなさそうだったけども、5回に初めて両チーム三者凡退になって、で、6、7、8、9とね、6、7、8か。6、7、8とね、非常に素晴らしいピッチングで、なんとか持ち直してね、踏ん張り切ったっていうところでは、まあ、調子自体は良くはなかったと思うけども、まあ、グッピッチングだったと思うのよ。ね。で、日本ハム先発ね、伊藤。6回100球、8安打2三振、3四球4失点と、まあ、3、4月のね、月間 MVP というところでおめでとう。グッ。ね。まあ、その中でこの試合ね、持ち前の制球力っていうところが、ちょっと悪かったかな。ストライクボールはっきりしてるし、で、ちょっと甘くなったところをね、まあ、仕留め切られたっていうところで、まあ、初回ね、ロッテは先頭の岡がね、インコースでなったのが真ん中に入って、先頭打者ホームラン。ね。で、こっからね、これやっぱりね、前日、完封負けシャットアウトされてね、いい立ち上がりやと思いましたけども、1回の裏ね、先頭こちらね、昨日はね、1番が万波だったけども、今日はまた1番今川にしてね、なんと今川がレフトのツーベース。ね。で、松本が送りバント決めて、郡司がね、犠牲フライ。でもこの郡司の犠牲フライね、ライトポジショニング前だったのよ、フライが。これ走るかな、スタートするかなっていうところでね、今川がスタートしてホームセーフなんだけども、ライトの守備の山口ね、実質もエラーみたいなもんだよ。大きく三塁側に逸れて、タイミングね、ちゃんと投げとけばタイミングアウトなのに、大きく三塁側に逸れてセーフっていうね。まあ、あれはさすがにね、痛いよね。小島的にはね。で、2回の裏ね、ワンアウトから万波がね、6番に入ったところ、今日もね、レフトスタンドへ打った瞬間に、勝ち越しのホームラン。しかしね、4回表、先頭安田がね、レフトへのツーベース。これね、レフト野村。ね、やっぱ守備が不慣れ。まあ、前もあったけどね、やっぱすぐ下がるだけ、もう、
合わせてる、合わせて走りながら、あ、簡単にアウトかなと思った頭万歳で超えていったからね。そういったところではもうちょっと守備を鍛えないと、このツーベースはね、伊藤がちょっとね、状態悪い中で痛いよね。で、その後中村のね、ピッチャーを超えるショートゴロの間に三塁行って、で、山口がね、センターへ、ここね、スライダー真ん中甘くなってね、センター前タイムリーヒット。で、ここはアウトになるけども、岡ライト前ヒットで、2アウト1、3塁からね、藤岡のセンター勝ち越しのタイムリーヒットでね、逆転と。まあ、藤岡もね、1打席目、いい形のライトフライ。で、2打席フォアボール。いい感じでタイミング取れてたからね、しっかり、この、いいバッティングするのかなと思ってたけども、しっかりね、状態も良さそう。ね。で、勝ち越したけども、すぐ4回裏ね、2アウト3塁から、万波がね、タイムリーダーアンダー。ここね、三遊間深い位置だったからね、あれはもうちょっと小川はね、仕方ないっていうところで、まあ、しっかりね、スイングしてるからこそ、ああいったところに飛ぶんじゃないのかなと。しかしね、6回表、ね、岡がこのね、日、2本目のレフトスタンドで勝ち越しホームラン、このまま勝つと思ったけどね、で、9回、表にもね、ピッチャー斉藤出てきて、ワンアウトから藤岡フォアボール、そして荻野のサードゴロね、郡司が握り替えできなくて、後頭セーフ、ね、で、外ライト前ヒット、で、ワンアウト満塁からね、佐藤セカンドゴロでホームアウトになるけども、ツーアウト満塁から安田が押し出し、ね。これ1点でね、もう勝負あったかなと思ったら、9回裏ね、松田が出てきて、先頭軍司がね、レフト前ヒット、そしてマルチネスがね、もう青いホームランかっていうね、バックスクリーンフェンス直撃のタイムリースリーベース、ちょっと変形してるからね、変な当たりしてね。で、ツーアウト3塁からね、ファーストゴロ、あ、セカンドゴロね、ファーストランナーノーアウトだからね、スタップしてたら、ね、中村がファーストに行ったら安田がなぜか慌ててポロンチョンって、バーッと何やってんだって、バーッと大バーッとね。で、ワンアウト3塁から万波フォアボール。で、ここでね、ピッチャー増田から鈴木に代わって、代打加藤豪介、見逃し三振。で、ワンアウト満塁からね、ハッピーバースデー、伏見がレフトにタイムリーヒット。で、そして、水野がね、最後サヨナラヒットというところで、伏見、水野、ダブル。伏見、ハッピーバースデー。ナイスヒット。こう、まあ、日本ハムの強さっていうのも出たけども、なんかロッテの脆さも出るよね。まあ、やっぱり日本ハムね、この、正直毎回言ってるけど、ホークス戦ね、3連敗してもやっぱり状態の差はね、しっかりできるし、マリンズは西武に勝ったけどもね、なんかなんてことないな、なんだかなっていうようなね、試合展開。でも日本ハムはね、この3連勝大きかったと思います。続いて、西武対楽天、13対2で楽天の圧勝というところで、楽天先発早川、6回106球、7安打5三振、無四球1失点とね、まあ、太田とね、話し合ったことによってね、より良くなっていってるっていうね、まあ、こういうのはね、本当に、ポジティブなね、その言い合いとかね、自分の能力を高めるために、チームを良くするための、その意見のね、激論ぶつかり合わせ、まあ、どんどんやった方がいいと思うよね。それが未来のためになるからね。で、西武先発ね、先発転向しての初先発、青山。4回3分の2、91球、8安打、3失点、3四球、3失点と。まあ、このね、初回、ね、楽天初回、ワンアウト3塁から、フォークボールだったかな、これパスボール、股の下、股が抜けてね、バッと。ね、初先発で投げてきてるのに、そういったところはカバーしてやらなきゃっていうね。で、それで1点先制されて。で、3回にこれね、フォアボール痛かったね、青山はね。ワンアウトから、オゴ内安打。で、村林ね、もう内安打っていうとか、あのオゴのね、ピッチャーをやっぱり処理したかったね。あれ取ってるの取ってないの全然違うから、やっぱ守備も大事だからね。で、ワンアウト一塁になって、浅村フォアボールで、ワンアウト満塁から島内の犠牲フライ。で、4回にも2アウトから太田センター前、小深田フォアボール。これ痛かったよね。で、オゴがライトへタイムリーヒットと。で、5回に早川のね、ワイルドピッチで1点返すけども、ね。6回3点、7回3点、4回8点と、もうボコボコ、ボコボコタイムと、もうこうなったら西武はどうしようもないっていうね。ホンダが3失点、ヤンが3失点、で、浜谷が4失点っていうところで、で、楽天打線からするとね、1番大郷が6打数5安打、2打点2盗塁。で、2番、村林が7打数3安打。で、3番浅村2打数1安打、3打点1ホーマー。で、島内が2打数ノーヒットだけど2打点。ね。それはもう無理やで。1、2番で8本もヒット打たれてんだもん。半分ヒット打たれてんだよ。それはなかなか厳しい。ね。まあ結果的にはね、楽天の圧勝でございました。西武はどうなるのか、明日の試合ね。このままボコボコタイムでいかれるのか。まだシーズン始まったばっかりだよっていうね、ところはあるけどもね。さあどうなんでしょう、明日の試合ね。西武対楽天ね、11日の試合、2対1で西武の勝ちということでね、前日大敗した中でっていうところでね、ピッチャー先発ルーキーの竹内、7回103球、7安打4三振、3四球1失点とね、もう西武が勝つにはこの勝ち方しかないっていうね、先発がなんとかね、長いイニング投げて踏ん張って、その後ね、松本久しぶりのリリーフ、そしてアブレイユとね、0点で繋いでね、逃げ切り勝ちっていうね、まあ今苦しいけども、このね、勝ち方にね、頼らざるを得ないかなと。まあ、その中でね、西武は初回、金子レフト前、源田ライト前で、ノーアウト一塁のチャンスを作って、まあ、平沼がね、
ピッチャーゴロ、ここをねファーストへ悪送球、このねあのバントね、だからまあサードも出てこなきゃいけなかったかなってね正直思うけどもね、でファーストへ後頭悪送球。でもここでね注目どころはライトの大郷ね、ちゃんとあのフィールドウイングシートみたいなのが出てくるけども、ちゃんと真後ろまでねちょっとあの跳ね返りがねうまく処理できなかったけども、あのカバーリングねあそこまでちゃんと来てるのはねすごい、マジで。なかなかねあの最近フィールドウイングシートみたいなのがあってファールゾーンがいびつだからね、その中でもしっかりねファーストの後ろまでバックアップね、そのフェンスに沿いながらね来てね、まあ、若干その後ね、まあ、高騰しすぎてねフェンスのちょっとクッションねうまくできなかったけども、そこら辺はねオゴナイスカバーリングね、だからあそこはまあサード浅村が出てきてサードが処理した方が良かったかなっていうところもあるけどもね、それが悪送球になって、でねこっからよ、このね西武はねこれノーアウト一三塁からその際キャッチャーフライ、そして若林の5、4、3ダブルプレーっていうね、ノーアウト一三塁からもう1点取る、ここもう1点取ってたらねもっと楽な展開だったけども、まあ、そこ取れるぞっていうところがね最近の西武打線の苦しいとこかなと。でもうちはねそうやって自分のミスから失点した中でもねしっかりそこをねあと抑え切ったっていうのは非常にねグッピッチングだったんじゃないでしょうかっていう ね楽天先発辻も7回90球10安打2三振無四球2失点とね、まあ、10安打打たれながらも2失点で収めたっていうところはねこういう粘り強さ、逆に西武はね10安打も打っといてね得点できないっていうところでのちょっとね、粘り弱さっていうところはあるけどもね、で2回もね、初回6番のね村田レオン君、レオのガリバーって呼んでくださいって言ったってね、レオのガリバー初打席初ヒットね、だからこのね、ま、ルーキー竹内ね2軍から上がってきた広間、そしてねこの村田とねこうやってもう今やっていくしかないね、既存のメンバーねなかなかできないのにずっとねいさせることなくね2軍でいいのを上げていって、1軍でダメなのに2軍落としてそこで調整させて調子上がってきたらまた呼んでいくっていう、この流動性をねもう今もうこれ以上下がることないからね、そういったことを思い切ってやっていくしかないってね、まあ解説の時にも言ったけども、それがねこの村田レオン君ねこうヒット出たんでね、まあここからもねいい形の活躍どこまでできるか、これ長続きできるかどうかがねポイントだからね、まあそこら辺はねぜひ頑張ってもらいたいですよね。で西武はね、5回で裏ね、ワンアウトから佐藤がツーベース、隅田にアウトになるけどもツーアウト2塁からね今言って蛭間選手がね、タイムリーツーベースで2点目っていうね、で楽天はね6回表に、ツーアウト2、3塁から、辰巳がね、タイムリーヒットを打って1点差に迫るけども、まあそこからね追加点なく、だから楽天としたらねやっぱりこのね7回だね、7回ね、ワンアウトからね小郷がスリーベースを打ってワンアウト3塁、ここでねスクイズをねまさかの村林が空振りで、小郷が3本間に挟まれてタッチアウトっていうね、これきっちり決めてきた最低同点でね、そこから逆転いけた中でねストライク来てたからねベンチのサインは完璧だったけども、それを決めきれなかったのはねこの試合のことを言えばね大きかったかなっていうね、楽天にも十分チャンスはねあったけどね、まあそこをねしっかり竹内も踏ん張りながらリリーフも頑張ってねこう2対1、まあ西武としてはこの勝ち方がね今できる精一杯なのかなっていうね感じもするし、こういったところをねしっかり勝ち切ることによって勝ち星拾いていくんでね、この勝ちは大きかったかなと。現状1勝1敗、明日ね、まあ明日っていうかまあ今日ねどうなるのか。続いて、西武対楽天、6対2で西武の勝ちということで、このカード2勝1敗で西武の勝ち越しっていうところになりましたけれども、西武先発今井ね、7回115球、5安打7三振、3四球1デッドボール2失点と。で、楽天先発岸ね、6回3分の2、113球、10安打4三振、1四球、6失点っていうところでね、まあ今井勝ち投手になりましたけど、前半ね、ちょっと制球ばらついてね、いや、ちょっと制球不安定だなっていうね、ところはありましたけども、まあ中盤ね、中盤ぐらいからしっかり変化球ね、低めに集めるようになってね、この徐々に立ち直ってきたかなっていうところでね、勝ち投手、好投っていうところになりましたけども、2回の表ね、ワンアウトから鈴木大地ツーベース。で、渡辺アウトになるけども、ツーアウト2塁からね、辰巳がセンターへね、タイムリースリーベースで1点先制。しかし、3回の裏にね、金子、平沼、連続ヒットでね、ツーアウト、1、3塁のチャンスで4番に入った中村拓也がセンター前ヒット。ね。で、ここでしっかりね、ファーストランナーの平沼がね、3塁きっちり行ってんだよね。あの走塁も良かったし、で、ツーアウト1、3塁からね、外崎フォアボール。で、ツーアウト満塁から、昼間がね、セカンドへ内野安打。これね、ピッチャーの横スレスレ回ってきて、ちょっとセカンドもね、後ろ目守ってたから、あれは前進してきたけどね、まあなんかドラッグバンドセーフティーバンドバッティングみたいな感じでね、楽天としたらアンラッキーだね。昼間としたらいいところ転がったなっていうところでね、内野安打で逆転。で、4回裏には2アウト1塁から長谷川がね、カーブね、
カーブを思いっきり前ね、行かないでしっかり止まってね、レフトスタンドへスリーランホームランで5対1。ね。で、楽天は6回にね、2アウト、1アウト1、3塁から、辰巳がね、犠牲フライをしっかり打って1点返すけども、7回ぐらいにね、2アウト、1、2塁から、ヒルマがね、レフトへタイムリーヒット。ここでセカンドランナー、長谷川がね、タイミングギリギリアウトがセーフかなっていうところだけどね、うまく回り込んでベースタッチね。ちょっとリクエストのね、映像見てもね、まあ、確実にアウトかなっていうのはね、なかったんでね、きっちりセーフっていうところで、長谷川がね、バッティングにしても素晴らしかったし、スローイングね、走塁にしても素晴らしかったし、この7回もね、長谷川のツーベースの後でヒルマっていうね、ところではしっかりね、いい形の得点ね。だから楽天としてはね、まあ、7安打、常にチャンスはね、ものにして得点してて、まあ、このね、8回にね、ピッチャー松本に変わって、島内フォアボール、そして鈴木大地ライト前ヒット。で、ノーアウト1塁のチャンス作るんだけども、まあ、渡辺辰巳、阿部とね、打ち取られて、まあ、ここもね、4点差あるから、策が練れないっていうところでね、これがもし1点差とか2点差だったらね、でなんか策がね、あったかと思うけども、このね、7回裏のこのヒルマのタイムリーと、長谷川のね、好走塁、まあ、ここがね、この8回裏ピンチを招いたけども、楽天に策を与えなかったっていうところではね、しっかり勝ち切れたっていうところも、大きかったんじゃ、ないでしょうかっていうね。ところで、まあ、投手陣もね、今井、そして松本、佐藤とね、しっかり抑え切って勝ちというところでは、このね、2勝1敗で勝ち越し、西武としてはね、大きい勝ち越しになったんじゃないでしょうか。さあ、5月11日、ソフトバンク対オリックス4対1でソフトバンクの勝利ということで、金曜日は試合がなくて、これね、宮崎、鹿児島シリーズというところで、で12日の試合、鹿児島での試合、雨天、試合中止ということで、この1試合のみになりましたから、まあ1勝ということでね、まあソフトバンクの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあソフトバンクね、先発、スチュワートジュニア、6回114球、3安打3三振、3四球、1失点と、まあ最近ね、ずっと佐々木チャンネルで佐々木言ってますけども、まあ明らかに昨年よりこのスチュワートね、投球、フォームのバランスが、まあめちゃくちゃ良くなってるっていうところで、ね、まあそれがきっちりね、成績に、出始めてきたかなっていうね。まあ、防御率も 2.28。まあ、今季ね、初勝利ということで、まあ、1勝1敗ですけども、非常に、まあ、精度ね、まあ、3つのフォアボールは出しましたけども、投球のバランス、力感、球筋っていうところでは、やっぱりずっといいなと思ってたんでね、それがやっとね、結果に結びついてきて、まあ、ここからもね、非常に楽しみな存在かなと。で、その後、藤井ね、松本、オスナと、リリーフね、しっかり踏ん張って、まあ、逃げ切りがちっていうね。まあ、オリックスはね、3回表、2アウトからね、クレバイショアボール、そして2アウト1塁から森がね、もう少しでホームランっていうところでライトオーバーのね、フェンス直撃。これ先制ね、するんだけども、っていうね、5回の裏、ホークスはね、先頭河村ツーベース、で、クリアがセンターフライで動けず、で、1アウト2塁からしかし回がね、ライト前、ヒット。で、1アウト1、3塁から三森がね、タイムリーヒットっていうところで同点に追いついて、6回の裏、先頭柳田ね、セカンド内安打。これセカンドね、まあ、内野安打だけども、セカンド西野ね、あれはやっぱアウトにするぐらいの処理してほしいよね。まあ、前に出てきて、ね、横にジャンピングスローみたいな形になるけども、若干ジャックルして投げられずみたいなね、形で、まあ、内野安打だけども、俺は厳しくミスちゃうかっていうね。で、その後山川の打席で若月のね、パスボールっていうね、バッと、バッと、バッと、みたいなね、この西野のプレーからの若月っていうね、で、ここで山川がね、センター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁になって、近藤が、タイムリーツーベース。で、河村アウトになるけども、ワンアウト2、3塁から栗原のね、センター前タイムリーヒットっていうところで、1イニング3点で4対1。まあ、このままね、試合が終わるんだけども、ミスから始まってるっていうところがね、せっかくエスピノーザ、今チームの勝ち頭ね、投げてる中で、まあ、記録上はヒットだけども、ちょっともったいないね、形だったかなと。まあ、その中で、ね、オリックスからすると、まあ、まあ、一番の勝ちチャンスがあるとしたら、この4回表、先頭胸レフト前ヒット、西川内野安打、ノーアウト1、2塁で若月が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁になって、木田福田が連続三振、ここで1点でも取って、追加点取ってれば、また状況は大きく違う展開になったんじゃないのかなとね。で、7回も2アウトから福田西の連続ヒットでチャンス来るけども、まあ、紅林がね、サードライナーっていうところで1点取れずっていうね。だからまあ、ね、2アウトからだからなかなか難しいから、この4回表だね、ここで追加点取れてれば、ね、オリックスの勝機もエスピノーザが投げてるっていうところであったかなっていうところはあるけどもね、まあそこをしっかりね、スチュワートもしのぎ切ってね、6回の一気にね、相手のミスに乗じてしっかりね、ビッグイニングっていうところではね、ホークスの強さがね、際立った試合だったかなと。まあ結果ね、このカード1試合だったんでね、ホークスの1勝で勝ち越しでした。セリーグ、DeNA 対阪神、3対4で阪神の
勝利というところでね、この試合 JA スポーツオンデマンドでね、ミキさん、ケチャップさん、サウザキでね、解説してましたけども、まあね、阪神先発青柳、5回125球、4安打5三振、4四球、1デッドボール3失点と、もう制球バラバラで立ち上がり、1イニングで40球ぐらい投げたからね、で、よく本当にね、3失点で抑えたなっていうぐらいのピッチング。で、DeNA 先発、東ね、8回116球、6安打5三振、3四球、3失点と、まあ、東も中ではね、ちょっと今シーズンの中ではちょっと悪かったピッチングになったからっていうところはあるけどもね、まあ、その中でね、阪神は先制、ね、インコース、ね、近本、ライトスタンドで、5球目ホームランっていうところで、結構インコースね、厳しいところだったけどね、完璧に打って素晴らしい。頑張って。ね。その裏、1回裏、ワンアウトから、関のフォアボール、佐野デッドボール、牧フォアボール、3者連続四死球。で、ワンアウト満塁から宮崎押し出しフォアボール、4者連続四死球。で、これワンアウト満塁で、筒香のショートフライ。ここでもう1点取ってればっていうところだったよね。ここで取り切れなかったのは痛かったね。で、まあ、その後もね、2回もフォアボールでランナー出したりとか、もう毎イニングフォアボールで出すけどもね、なんとか青柳もね、踏ん張ったかなと、真ん中狙って投げてね、コースに、ね、揺さぶってっていうところはあるけどもね、まあ、その中で6回表、阪神はね、先頭近本ツーベース、で、長野がライトフライでタッチアップして、ワンアウト三塁、で、森下フォアボール、で、ワンアウト一三塁から、で、ここでね、ワンアウト一三塁で、ベンチから出てくるんだよね、コーチがね。で、話し合って、初球、ど真ん中のヒットだから、いや、何を確認したんやっていうね、ところは気になるところだけどね、なんか消せないよね。で、大山がね、しっかり初球引っ張り込んで、タイムリーヒット。で、ワンアウト一塁から井上がね、サード、強襲の内野安打っていうところで追加で、井上ね、1打席目からいい感じだったよね、ノーステップで。この入ってくるボールはね、ちょっと強そうっていうね。で、3対1で勝ち越したけども、6回裏ね、先頭森がスリーベース。で、ノーアウト3塁から筒香がね、右中間抜けて、まあ、センターとね、センターのライトが交錯してないけど見えなくて多分近本当たったんだろうね、スライディングしてどっかにね。で、ちょっと点々と転がって、筒香もスリーベース、まあこれは仕方ないね。で、ノーアウト三塁からピッチャー、青江から石井に代わって山本フォアボール。で、ノーアウト一三塁から京田がタイムリーヒット。で、ノーアウト一塁、ここで俺は解説の時言ったけども、これで3対3の同点、もうここで勝負どころやと、取れるところに取っとかなきゃいけないと。里崎のチョイスはもう東に代打林か柴田で送りバントした。で、そのまま東が出てきて、まあこう東がね、基地送りバント決めればよかったけど、スリーバント失敗で三振バッと。で、その後ワンアウト一塁で代打海老名が三振で、関根がね、ショートハーフライナーで1点入らずっていったところで、まあもちろんバントしたからって1点入るかどうかわかんないけども、俺はもうここは代打林か柴田で、だってピッチャーより野手の方が絶対うまいからね、送りバントを決めて何が何でも1点取りに行くっていう野球を俺はこの6回ぐらいした方が良かったんじゃないのかなっていうところはね、解説の時も言ったら後付けじゃないですよってね。阪神はね、9回表先頭ね、サドテル、ピッチャー森原ね、ライトでツーベースで、坂本が見事に送りバントを決めて、ワンアウト三塁から木浪に代わって代打糸原で、フォアボールで、ワンアウト一三塁からノイジーがツーボールワンストライクからレフトへ勝ち越しのタイムリー。ここも言ったのよ、解説中に。ツーボール目を簡単に見逃してね。いや、右方向意識あるかもしれない。その前のファールも振り遅れてた。でもこの時点、1、2の3で引っ張ってくるよって言った時にインコース行って引っ張り込まれてっていうところだから、別に配球が悪いっていうわけじゃないけど、これ駆け引き負けだよね。だからもう観察力、洞察力っていうのを山本はね、これで経験していって積んでいかなきゃいけないっていうところがあるけども、で、これでね、4対3で阪神の勝利っていうところで、で、まあ8回裏もね、DeNA、先頭筒香がライト前ヒット。その後山本三振、強打ショートゴロ、代打楠本ライトフライっていうところで1点入らなくて、まあ俺は山本バントしろとは言わないけど、ここ強攻策で行くんだったらもう筒香にダイソーとかね、出して動いていかなきゃって言ったところで、今日の DeNA ベンチは全く動かず、それが得点に結びつかず、逆に阪神はね、もう勝負どころ来たらもう変えて変えて、もうバントもして全部して、やることやって1点もぎ取って、そのまま逃げ切りがちっていうところでは、ちょっとベンチワークの差が出た試合だったかなと思いますけど、ファンの皆さんどうでしょうか。結果ね、4対3、阪神の先勝でございます。DeNA と阪神、11対9で DeNA 逆転勝ちということで、前日はね、8回に阪神がね、1点ね、バンドで送りながらね、勝負で打って、点取って勝ったっていうね、逆に今回はね、DeNA が8回裏、ね、海老名、筒香、牧の1イニング3本のホームランで大逆転勝ちっていうね、
まあ、前半ね、阪神初回にね3点、木浪近本のタイムリーでね3点取るけども、DeNA はね2回裏、佐野ね、のタイムリー、強打の内野ゴロの間に1点を置いて1点差でも3回表にね、佐藤井上のタイムリー、そして近本の満塁ホームランで9対2 7点差だから、まあ、俺も経験ある日本ハムと序盤で2回で7点差ついてて、でこれキャッチャーね何気にプレッシャーなのよ、序盤の大量得点、なぜならこっから負けたらギャグやなって思いながらしなきゃいけない中でボディーブローのように効いてくるわけよ。4回裏のね、強打の内野ゴロの間に1点で、5回裏のね佐野のタイムリーね、強打のまだタイムリーで4点で、9対7になってくる、ボディーブローのように効いてくる、これ負けたらギャグやなっていうね。で結局その試合日本も8対8で引き分けだったんだけどもね、でそれが8回ね、あの岩崎から今年ねまだ打たれてないところを海老名がホームランね、ツーランホームラン打って、ね、同点で、筒香は勝ち越しで、岡留に代わって牧がホームラン、もうこの11対9、 DeNA14 本、阪神13本ヒット、解説しろできません。もう楽しかった試合ですね、 DeNA ファンにとっては。でもまさか伊藤がね4回3分の2で72球8安打3三振2四球7失点すると思わないよね。中川もフォームはね悪くなかったと思うんだよね、中川のフォーム一時期よりも起き上がり抑えられて悪くなかったと思うけど、だから四死球もねだからそんなね悪くないけども休止ってね、もうここまで来たらもう解説不能です。両チームよく打ちました、1勝1敗ね、2勝日どうなるのかっていうね。まあね、筒香もね DeNA に帰ってきてこういうね貴重な、前回の時もそうだけど貴重な1本っていうのが打ててね、これによって牧とか他の選手もね相乗効果で上がっていくんちゃうかっていうチームのムードがね、まあね今1位から最下位まで4ゲーム差全然ね、ワンカードでね一気に逆転するからね、まあそれがね3試合目どうなるのかっていうね。まあもう解説風の11対9、 DeNA 勝利1勝1敗現状、素晴らしい打ち合いでした。DeNA 対阪神ね、1対0で阪神の勝ちというところで、もう阪神先発佐伯ね、9回128球4安打5三振2四球無失点完封勝利、グッスパイラルグッね、前日ね11対9のね乱打戦の中からね、あながちこういうね試合にね、なりがちだけどもね、ヒーローインタビューで、もっと援護欲しいです、冗談じゃないです本音です、まあ、だって阪神2安打だからね。まあ、DeNA 先発大貫ね、8回110球2安打5三振2四球1失点というところでね、まあ3回ね、まあこの日ね1番井上3番近本とね打順を変えた中で2アウトからね才木がフォアボールだから、大貫としたらこの才木のフォアボールが痛かったね。でその後井上がねセンター打ってヒットで、2アウト1塁からだからのねライトへの先制タイムリーツーベースっていうところで、まあこの1点を守り切った。まあ大貫もめちゃくちゃ状態良かったからね、ちょっとねもったいなかったよね、このフォアボールね才木にね。まあでも最近ね、ストレートも力強かったしね、フォークボールも縦の変化も良かったし、非常にね、満足度高かったんじゃないでしょうか。まあね、DeNA としたらね、まあこの7回裏、先頭宮崎レフト前ヒット、まあ頭当たったけどね、何もなく試合出れて良かったね。と、で、牧フォアボール。で、ノーアウト一塁チャンス作って筒香ね、前日、勝ち越しのホームランの中で、4-6-3ダブルプレイ。2試合連続、ここ一度バッティングならずっていうね、まあこれ唯一ここだね、ビッグチャンスはね、あとはもうね最近にパシッと抑えられてね、まあ完封勝利っていうところだからね。まあでも9回裏もね、宮崎がヒット打ってダイソー森圭出てきて、でねあの牧の時に積極的に盗塁成功して、ここの盗塁ねクッてね、だってアウトになったら試合終了だからね、その中でしっかり、まあこれがね今年の DeNA のちょっと変化かな、そこをねしっかり盗塁してチャンス作ったけどもね、最後牧がねキャッチャーファールフライで、まあこれは仕方ないけどやるべきことをやってチャレンジしたっていうところではね、非常に森のね盗塁もグッとだったと思うし、まあ DeNA のねベンチもね腹くくってね勝負したけども、まあ才木が良すぎたかなっていうね。だから結局はね、このカード2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうね、ところになりましたね。で続いて広島対中日、6対3で広島の勝ちということで、中日先発松葉、前回ね関東勝利っていうところがあったけども、4回3分の2 66球8安打2三振1四球3失点ね。で広島先発アドは6回84球5安打3三振1四球2失点と、まあ、若干高めに浮いたところでアドは打たれちゃったけど、結構低めにね変化球もしっかり投げ切れたなっていうところは良かったんじゃないのかなと。このね4回の裏ね、カリステに、先制のツーランホームラン、これがね若干浮いちゃって真ん中に入ったっていうね、カットボールかスライダー系、まあ、ここがねちょっともったいなかったなっていうところはあるけども、全体的には低めにしっかり投げていい制球力があったんじゃないのかなっていうね。あと広島はねこの4回裏カリステにツーランホームラン打たれてすぐ取ったのが良かったよね。ワンアウトから菊池レフト前ヒット、ことのアウトになるけども、ツーアウト一塁から末金がね内野安打で、中村がレフトへタイムリー、
矢野がレフトでタイムリーヒットね、ツーアウトからしっかり得点に結びつける。で5回もしっかりツーアウト一塁から小園のタイムリーっていうね。で6回にもワンアウト一二塁ね、ワンアウトから矢野がセンター前、石原ライト前で代打松山がライトにタイムリーヒットっていうところで、下位打線でもねしっかり得点に結びつけて、ツーアウトで1本っていうねところの集中打がしっかり出たっていうところは強かったし、で8回にもね、ダメ押し先頭矢野がツーベースで石原送りバント決めて、ワンアウト三塁から田中康介がね、代打田中康介ライトにタイムリーヒット。でその後もチャンスメイクしてツーアウト満塁から小園が押し出しで6点目っていうね。でまあ、中日は9回ね、山本のホームランで1点返すけども、まあ、完敗だね。これはもう着実に得点を結びつけたね、カープの粘り勝ちっていうところと、まあ、しっかりね、アドアナと矢崎島内とね、リリーフも踏ん張って、味方のね、最後 のダメ押し点をね、待ったっていうところでは、まあ、カープのね、圧勝っていうところの初戦だったんじゃないでしょうか。広島対中日ね、4対0で中日の勝ち、まあ1勝1敗になりましたけども、まあこの試合ね、ピッチャー先発柳、7回94球、2安打5三振、無四球無失点と、まあ久しぶりのね、勝利になってて、まあここまでね、防御率 3.38 っていうところはあるけども、まあ2勝2敗、現状っていうね、約1ヶ月ぶりかな、4月5日以来のね、勝利ということで、約1ヶ月ぶりのね、勝ち星になって、最近3試合ね、18日ヤクルト戦6失点、25日巨人戦3失点、4日ヤクルト戦4失点とね、ちょっと打ち込まれてる中ね、しっかりここね、勝ち星ついたっていうところではね、今後に向けては早めの勝利ね、良かったんじゃないでしょうか。で広島先発ね、栗、6回86球3安打5三振、3四球1デッドボール2失点と、まあ攻められないね、2失点だからね。まあそれでもね、6回表、岡林ねレフト前で大島フォアボールで仮して三振して中細川アウトになるけども、中村がねセンターオーバーのタイムリーツーベースで2点先制だから、まあ、最後踏ん張りきれずっていうところだったけども、やっぱりこのね細川中田のクリーンナップね、今年のやっぱり中日のね一番の向きかなと。で、8回表にピッチャーね、堀江から、細川ねレフト前で中田、ショートゴロで村林送りバントを決めて、ツーアウト二塁からね山本ヒット、そして代打石川がね、タイムリーツーベースと、ここでも2点だから、このね、ツーアウトになってもしっかり粘り強く打ってしっかり得点するっていうのはね、去年の中日になかなかなかったところをしっかりしてね、ピッチャーを支えたっていうところもあるし、まあ、カープはね3安打だからね、まあ、強いて言ったらこの2回裏ね、小園、末金の連続ヒットでノーアウト1塁のチャンスを作って、坂本ライトフライで矢野はねダブルプレーっていう、ここでまあ1点でも取れてたらっていうぐらいだね。まあ完敗だね。クリもねいいピッチングしてるけど0勝4敗。いやこれもね、ここがねクリに勝たしやれればカープもね一気に来るかなっていうところもあるからね。まあ前回4失点っていうところもあるけどもね、このまあいっぱい打たれて負けるはいいけどね、この0点で抑えてるところ、最初失点してるところ勝ててないのがね、このバランスだね、投打のバランスっていうところはね、まあここは辛抱かな。逆にね、柳はね、その投打のバランスから抜け出してね、勝ちを拾ったっていうのは良かったしね、この中田、細川、そして代打の石川っていう若い世代もそうだけども、こういったクリーンナップも含めてね、この2アウトからしっかり点を取っていく一本がね、効率的にね、働いた試合だったんじゃないのかなと。まあ、結果はね、今一勝一敗、日曜日ね、どうなるのかっていうところでね、なんと、今日、雨天中止でございます。広島日本、中日ね。ということで、結果はね、1勝1敗の五分っていう形でね、終わりましたね。巨人対ヤクルト、10日の試合2対1で巨人の勝ちというところで、巨人先発、戸郷、7回113球、1安打5三振、3四球無失点と。で、その後、西舘、船場様、高梨、バルドナード続いて、被安打3の1失点。まあ、ピッチャー陣ね、粘り勝ち。ピッチャー。ね。ヤクルト先発ヤフーレね、7回3分の1、91球、7安打3三振、2四球2失点。まあ、これはもう攻められないね。やっぱもう打線がっていうね、まあ打線がね、ここまで打って打って、まあ、この前の動画でも言ったけども、10試合でね、50点取って、1試合平均得点5点のチームが、まあ、1点だとね、それなかなか厳しいなと。まあ、その中で巨人はね、初回、2アウトからね、吉川が先制のホームラン。そして7回にワンアウトから小林誠司レフトへのホームラン、小林ね、で2点しっかり取ってね、まあ、それで逃げ切り勝ちっていうね、ところではもうちょっとね得点できるシーンはあったかなっていうところで、8回の表ね、
ワンアウトから佐々木フォアボールで吉川レフト前ヒット、ここサンタナファンブルね、ちょっとライトが被ったのかな、なんか中途半端な感じだったからね、ひょっとしたらライトが被って見えなかったかもわかんないけども、それでワンアウト2、3塁になって岡本ね敬遠で満塁で、ワンアウト満塁からね、ヤフレーに変わって丸山、坂本643ダブルプレーっていうところで丸山ってピッチ、ここで踏ん張ったのもね、この接戦になったら大きかったなっていうね。で8回裏ね、ピッチャー戸郷に代わって西舘、代打西川がねセンター前ヒット、塩見内野安打で、ノーアウト一塁から丸山送りバントを決めてワンアウト二三塁で、ここでねオスナライトフライ、これ浅くてねタッチアップできずっていうね。でツーアウト二三塁からここでねワイルドピッチ、あパスボールね、サインミスじゃないと思うんだよ、ただ抜けるだけだけど、これはねミッターだってか取んなきゃいけない、小林バーンね、1点入って村上フォアボールで、2アウト1、3塁からサンタナねフォアボールで2アウト満塁、ここでね高梨ね、船場様に代わって高梨が出てきて、サードライナーね若干坂本前守ってたけども、あのライナーよく反応したよね、グシュビね、でしっかりで、最終回はバルノナードがきっちり抑えて、まあ、ヤクルトは3安打だからね、もうほぼほぼこの8回がビッグチャンスだったけどね、まあ、一気にいけなかったところっていうのが痛かったし、まあ、巨人としてはね、まあ、7安打そんなに多くのねチャンスはなかったけども、まあ、ちゃんと送りバントをしながらねチャンスメイクしてきて、まあ、点入らなかったけども、まあ、吉川と小林のねあのホームランで、あとはピッチャーしっかり踏ん張り切るっていうところでは、初戦2対1ヤフーで相手にっていうことを考えたらね、しっかり戸郷で勝ち切れたグッゲームじゃないでしょうか。巨人のね2対1戦勝でございます。ヤクルト対巨人4対3で巨人の勝利ということで、土曜日現在でいうと2年ぶりのジャイアンツが首位、単独首位っていうね中で、ジャイアンツ先発ね、菅野、6回99球5安打4三振無四球2失点とね、まあ、強弱をつけながらね、左バッターへのあの膝元のね縦へのスライダー気味のね、球も素晴らしかったし、力入れた時のねストレートの走り方も良かったし、非常にね、まあ最後ね本人もヒーローインタビューで言ってましたけども、まあ、最後までねあの回は投げ切りたかったっていうところもあるけどもね、まあ6回2失点、まあ十分すぎるね最低限の仕事はできたんじゃないでしょうか。ヤクルト先発岡はね5回92球6安打4三振2四球4失点と、この日ね日本放送で解説言ってましたけど、制球も良かったしコントロールも非常に良かったんだよね、まあ、岡本一人にやられたっていうところもあるし、岡本の投球もそんな悪くなかったけども、まあ、そこを仕留めきれられたっていうところは若干出力が弱いのかなっていうところはあるけども、フォームのバランス的にも投げてる球を見てもそんなめちゃくちゃ悪いことなかったけどね、まあ、岡本一人に本当やられたっていうところはねあったかも分かんないけども、まあ、その中ねヤクルトは先制ね、初回塩見悩んだこれで膝やってね、積極帝京大学もね7年ぶり14期ぶりのね2部から上がってきて即優勝は史上初っていう優勝したのに、あ帝京大学軍優勝ナイスです、はい、まあそうね、内野のちょっとずれたところ膝ね、まあどうなのかっていう続報を持たなきゃいけないけどね、でここで西川に変わるんだけども、で丸山の時にね4球目エンドランね、これアウトコースからのスライダーをねうまく上からかぶせて三遊間ねコントロールバッティング、ノーアウト一三塁になってねオスナのセンターねフェンス直撃かと思うところをセンター佐々木がねジャンピングでフェンスに当たりながらキャッチ、グップレー、あれもしねプレーン行ってたら一気にビッグイニングだったところをね、この犠牲フライ1点に仕留めたっていうところはね非常に大きかったし、あとはねこの村上の打席でね、あの丸山が盗塁して小林が悪送球、若干ねこの一塁側に降りて丸山に当たってね外野転々とする中でランナーね三塁に行ったけども、ここでね村上もう一本ね最後三振しちゃったけども、ここで1点取れてればねかなり大きかったかなっていうね、この初回1点だったっていうのがね結構後々大きかったかなと。でジャイアンツはね2回に先頭岡本がねカットボールアウトコースきっちり来ているところをね左中間へホームランで、4回にもねワンアウトから吉川がね高めのチェンジアップねちょっと詰まりながらもレフト前にポテンと落として、岡本がねちょっとアウトコースね低め若干真ん中より入ったけど低めしっかり来ているところをねまた同じようなところへ、打った瞬間ツーランホームランで、これだけで終わらなくて、ツーアウトになってから秋広がね、あの阿部監督に、全く期待しませんって言われながらもね、しっかりね、アウトコースの高めのね、スライダー系ホッケーをね、うまくね、上からかぶせてセンター前、そして、小林ね、ツーシームインコースめちゃくちゃ難しいところ、村本、あれを腰の回転でね、オンザライン、レフト線のね、でタイムリーツーベースになって、小林、頑張って、この1点大きかったね、結局ね、この秋広、小林の1点がね、めちゃくちゃ大きかった。で4回裏にヤクルトもね長岡のライトスタンドへツーランホームランね、これで1点差になってね、こっから行くかなと思ったけどもね、その7回ね、先頭サンタナセンター前ヒットで長岡送りバント決めて、まあ、長岡の時からね、大江がね
ピッチャー変わって曲がって、でこれ長岡のね送りバントだけどね、セーフティーバント気味、これをね坂本がね猛ダッシュでジャンピングスローでね、坂本グッグッね、一歩間違ったらあれバントめちゃくちゃ良かったからセーフになる可能性あったからね。でその後中村フォアボールするけども、代打青木ね、ワンアウト一三塁からね463ダブルプレーっていうね、青木もこれ2試合連続、この前の DeNA 戦123ダブルプレーチャンスでね2回ダブルプレー、ここでねやっぱり最低でも1点取ってねっていうところがねあればワンチャンだけど、このダブルプレー痛かったよね。で8回にもね、2アウトから丸山ヒットオスナフォアボールでチャンス来るけども、2アウト1塁ね、ここは大江から変わって高梨がね、村上をセカンドゴロに、打ち取って、で9回ねバルドナードね、先頭サンタナにねツーベースで、長岡レフト前ヒットでノーアウト一三塁、ここでね一気に大逆転さよならあるかっていうところで、中村のねサードゴロね、岡本が前に来て取ってからのジャンピングスローセカンドだからね、それの543ダブルプレー、坂本ビッグプレースパイラルに、あの守備もこのね長岡のセーフティーバンドとこのねあの中村のダブルプレーね、一歩間違ったらね守備力自信のないサードだったらね、ひょっとしたらホーム投げてる可能性あるからね。で3本間挟んでるうちにランナーが進塁してワンアウト2、3塁からまだ勝負みたいな展開あったところね、あれをセカンドに投げたっていう判断とそれを可能にしたスキルね、だからこの試合ねホームラン2本打ってる岡本が次の打席、その次の打席敬遠で歩かされて坂本勝負で、そこで坂本1本打てなくて追加点取れなかったんだけども、この守備はね守備で2打点取ったぐらいのね貴重なこの守備力っていうのはね非常に大きかったし、このジャイアンツの勝利ね、まあ表向けばね菅野のナイスピッチング、岡本のホームランっていうところがね目立ちがち、小林のあのタイムリーも良かった、でもこの坂本の打てなくてもこの守備力でね勝ち切ったって言っても過言じゃない、裏のねヒーローはねこの坂本のね長岡のセーフティーバンド処理とこの中村の9回ダブルプレー、これは本当素晴らしい、めちゃくちゃナイスプレーでした。これによってね勝ち切ったって言っても過言じゃないんで、裏の MVP はね坂本の守備だったんじゃないのかなっていうところもある中で、最後はねきっちりダブルプレーの後ツーアウトランナーなしで北村をライトフライに打ち取って、まあ、逃げ切り勝ちっていうね、まあ、今日の試合3連勝なるのか、ヤクルトが一矢報いるのかどうなるんでしょうか。さあ12日の試合ヤクルト対巨人、3対1でヤクルトの逆転勝利ということで、このカード2勝1敗でジャイアンツの勝ち越し、ジャイアンツは1日転換の首位になりまして、今日阪神が勝って巨人が負けたということで、また阪神が首位に立ちましたけども、ヤクルトはね3連敗しなくてよかったなっていうところで、まあ、巨人はいいゲーム展開だっただけにね3連勝したかったなっていうね、まあ、ジャイアンツ先発高橋でね6回102球8安打5三振3四球1失点と、まあ、サンタナの1本のホームランだけだからね、そういったところではねしっかり粘ったけどもね、まあ、初回ね、ワンアウト1、2塁ねピンチ作るけども、村上セカンドライナーサンタナね、三振とねここしっかり踏ん張って、あとはねランナー出すけどもなんとかね粘りの、投球、3回裏もねワンアウトからね満塁のピンチを作るけども、サンタナね 5-4-3 ダブルプレーとねここもピンチも出して、まあ、しかしね、まあ、6回表ジャイアンツはね、サイスリードこちらも混沌している中で、岡本がねレフトスタンドへインコースに狙ったやつが真ん中入っちゃってね、それをミスショットすることなく岡本がホームラン、まあ、前日もね日本塁打としてね、まあ、どんどんね状態上がってきてるなっていうところで、1点先制した裏にね6回裏先頭のね先ほど満塁でダブルプレーになったサンタナがねちゃんと打ちますよって起死回生のねレフトスタンドへ同点ホームランね。でまあここからどうなるのかっていったところで、まあ7回裏ねピッチャー高橋から井上に変わって、先頭丸山フォアボール、これが痛かったよバッとね。でその後長岡送りバント決めて、ここまでね3安打打ってるけどもしっかり送りバント、それはサンタナ村上オスナに絶対的なベンチからの信頼があるっていうね。でオスナがねライトフライ結構深めだったけどね、ライトフライで村上フォアボール、ここ俺ポイントここやと思うんだよね、やっぱりね、まあ、サンタナの時に平内にピッチャー変わってライトでね勝ち越しのタイムリーヒットをサンタナに打たれるんだけども、俺もね村上とサンタナ今天秤にかけたら俺はやっぱ村上やと思うのよ。ここでせっかく井上ねいい球投げてんのに2つのフォアボール、ここもね村上の時インコースインコース投げてスライダースライダーと、まあ、ベンチもねマウンドに行って確認したけども、最悪フォアボールでもいいって言ったかもしれないけど、俺はここね村上で、まあ、結果論になるけどね、俺はテレビ見てと思ったけどもね、ここは村上勝負した方がいいやろうって俺は正直思ったけどね。でも平内変わって力勝負サンタナにねライトで勝ち越しタイムリー、そして8回になるもピッチャー京本に変わってワンアウトから中村フォアボール、で北村送りバントを決めてカウント悪くなったからツーアウト2で丸山ね敬遠ね、カウント悪くなったからね、でツーアウト1塁から長岡にタイムリー、ここで3本3の3打ってんだよ、ここもカウント悪くなってももう丸山で勝負だろうと、こんなの敬遠しても長岡今めちゃくちゃ状態良かったし今日もめちゃくちゃ状態良かった、
高橋蓮に対しても引っ張ることなくね、逆方向、これね、アンダースローが一番ね、左バッターにやられたらね、困るパターン、俺もよくね、経験した。引っ張りにかかってくれる方が楽だな。その逆方向、逆方向に来て、だから俺今日のね、ジャイアンツのポイントはね、この村上と丸山をフォアボールで歩かしたことやと思うの。ここも勝負やろうって俺は見てて思ったけどね。まあ結果的に3対1、その後ね、ヤクルトは。サイスニードの後ね、エスパーで山本貴沢ね、石山としっかりリーフで繋いでね、勝ち越しっていうところもあるし、ジャイアンツはね、7回先頭ね、小林フォアボール、ここでね、多分門脇エンドランだったと思うんだよね。エンドラン空振りしちゃって、これね、キャッチャー中村バーッと油断したね、小林、あと左バッター門脇だから、小林見えてなかったね。タイミング完璧アウトだったのに慌てて投げちゃって、ワンバン悪送球でセーフになっちゃって、で、その後ね、浅いフライだったけど、門脇のね、ライトフライ、ね、小林がタッチアップでヘッドスライディング。で、ここ代打長野、ここで1点取ってれば巨人勝ってたよ。もう一つのポイント。それがね、三振。そして丸はね、敬遠して、で、佐々木俊介ね、ピッチャーここで山本に代わって、三振、山本、グッピッチ。ねえ、まあ、こういったところのね、駆け引きだね。このさ小林のね走塁でね、小林ナイス盗塁ナイス三塁進塁ね、これ得点に結びつけたかった、こう長野の三振ね痛かったね。あと8回表ね、ツーアウト一塁から岸田がねセンター前打ってね、ここはね回してもいいと思うの、セカンドランナーね吉川ね、ツーアウトだしね、でもセンター岩田ナイス送球ホームタッチアウトね、これはプロのプレーだったね、岩田グッスね、これはもう仕方ない、あれは吉川ね回るべきだったと思うしね、これはもうねあのセンターのね岩田が素晴らしいね、プレーを見せたっていうねところだね。まあそのあとでね、まあ、3対1ヤクルトの逆転勝利、ヤクルトとしてはねいい勝ち方だったし、巨人としてはもうちょっとなんかあったんじゃないのかなっていうようなね、うーんっていうようなね、試合展開でしたね。結果はね、まあ、2勝1敗でこのカードジャイアンツの勝ち越しでした。さあそれではベストナイン発表していきましょう。まずはパ・リーグからピッチャー日本ハム加藤グッピッチ、キャッチャーソフトバンク甲斐、首位独走ゲット力、ファースト、ソフトバンク、山川、三本塁打4打点、素晴らしい。はい、セカンド、ソフトバンク、三森、牧原小翔からの、ね、ここから踏ん張って見せてる存在感、レギュラー最多手へ。はい、サード、ソフトバンク、栗原、6安打4打点、打撃上昇かな。ショート、楽天、村林、スクイズさえ成功してたらば持ってよかったのに、あの空振りが痛かったよ。はい、レフト、西武、金子、週刊全試合ヒット、頑張っていく。センター、ロッテ、岡、7安打3本塁打6打点、ナイス。でもチームは週末3連敗。はい、ライト、楽天、大御、10安打、素晴らしい、ナイスバッティング。はい、DH、ロッテ、外、6安打2本塁打6打点、岡と外、こんなに打ってるのに、週末3連敗、なぜなぜ。はい、リリーフ、日本、川野、サンホールド、グッピッチ、サンケイ、グッピッチ、はい。セリーグ、ピッチャー、巨人、山崎より、完封、グッピッチ。最近にも与えたかったけど、山崎の方がちょっと数字が良かったんで。キャッチャー、巨人、小林、ホームランも頑張ってるね。今必死で頑張りどころ、頑張れ。はい、ファースト、巨人、岡本、勝ちより3本塁打、ナイスバッティング。セカンド、巨人、吉川、打撃向上、ナイスバッティング。サード、広島、小園、5安打4打点、素晴らしい。はい、4番、ナイスバッティング。ショート、ヤクルト、長岡、2試合連続猛打賞、そして日曜日は4安打、素晴らしい、ナイスバッティング。はい、もうすぐだよ、3割。はい、レフト、ヤクルト、サンタナ、3本塁打、首位打者、3、4月、月間 MVP はさすがです。はい、センター、阪神、近本、2本塁打、7打点、満塁ホームラン、グッバッティング。ライト、中日、細川、打撃好投、安定感、バッティング。はい、リリーフ、中日、マルチです。もう神です。はい。さあ、ということで、ね、総チェックをお送りしましたけども、ね、交流戦まであと2週間、どういう形で交流戦入っていくのか、西武、セ・リーグはこのまま団子のまま突入するのか、ね、ソフトバンク、ね、パ・リーグは独走を許すのか、どうなっていくんでしょうか、皆さんね、佐々木の総チェックとともに楽しんで、来週もプロ野球を楽しんでいきましょう。それでは、バイ。